んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に向かっております。静岡県の伊東に向かっております。というのもですね、楽天でご当地クーポンっていうんですか、クーポンが取れまして、伊東でね、2泊3日することになりました。そして GoTo クーポンみたいな感じなので、半額ぐらいかな、半額 30% オフぐらいになって、さらに、他のクーポンがつくので、現地の観光地に行けてしまうという2泊3日の旅を予定しております。まだいつもの神奈川県の海沿いの道なので、ここから2時間ぐらいドライブをします。仕事後なんでちょっと疲れてますけども、天気もいいのでなんとかたどり着けそうですね。では伊東に向かいます。あと30分くらいで着きます。そして、本日宿泊させていただく宿ですけれども、セブンシーズホテルさんという、数年前に一度だけ泊まったことがあって、高いイメージがあったんですけど、まあ、高いって言ってもそんな高くないんですけど、今回1人6500円ぐらい、3人とかだと1人4500円とか、それぐらいで、なんと部屋に客室露天風呂が、半露天風呂かな、ついてるんですよね。だから安さに驚いて、急いで予約しちゃったんですけど、クーポンも使ったらおそらく3、4000円で客室露天風呂っすよ。やばくないですか。しかもね、結構綺麗だった記憶があるんで、かなりコスパがいいと思われます。しかも伊東の街すごい好きなんですよね。コスパのいい宿も多いし、魅力的な居酒屋さんも多いので、まだまだ伊東に通うことにはなりそうです。残りのドライブ、言葉が思いつかない。着きました、セブンシーズホテルさん。この間泊まった亀屋羅漢さんのすごい近くですね。モダンな感じでしょ、いいでしょ。部屋着きました。以前宿泊したことのある部屋でした。ここいいですよ、ほんとサービスすごかった。接客もめちゃめちゃ良くてびっくりしましたよ。で、部屋がこんな感じで、左にいろりがあって、広い、広くないですか。で、これが源泉かけ流しの露天風呂、半露天風呂ですね。景色は部屋が安い分あまり良くないですけど、こっち側、左側ですね、左側に海が見えるんですけど、まあまあまあ海はもう全然いいです、部屋が綺麗であれば。うわー、良すぎるわ。そうそう、前もポップコーンを作る機械が置いてあったことを思い出しました。夜やろう。現在午後の5時前ぐらいなんですけれども、晩飯を食いに行く前に軽く温泉入っちゃいますか。ほんとこちらの宿やばいわ、コスパ。これカイロもね、いただいちゃったんですけど、助かる。こんなすごかったっけ、ここ。部屋からの眺めです。一応海は見えまーす。では温泉入ってしまいます。楽しみすぎる。
温泉出ました。長湯しちゃった、気持ちよくて。やべえ、あっち急いで外出る準備しないと。では夜ご飯を食べに伊東の夜の街へ繰り出します。本日もですね、お目当てだった焼肉屋さん、臨時休業ということで行くことができておりません。もうかれこれ数年行くことができておりませんね。というわけで、新しく居酒屋さんを探しまして、そちらの居酒屋さんがやってればいいな。そこまで伊東の街の探索を楽しみます。いいよね、温泉街特有の温泉共同浴場とか。入ったことないんですけどね、いいっすよね。もう伊東の町自体が静かで嫌な予感したんですけど、やはりやってなかったですね。なんやさんというお店だったんですけど、すごい楽しみにしてたんだけどな。また一から探します。いやー、やばいな、久しぶりだわこの途方に暮れる感じ。居酒屋さんとかたくさんあるんですけどね、期待していたお店に入れないっていう連続が重なってますね。人気ないわ。いいね。いただきます。豚もつ煮込み、量がすごく多いですね。2人前かなこれ。こちら看板商品だそうです。超うまいっす。ごちそうさまでした。美味しかった。ほぼ個室で料理も酒も種類によってはコスパが結構良かったかもしれないですね。カシスオレンジが静岡だけにオレンジが他と違ってかなり美味しかったらしいです。お客さんもですね、他に一組いてうるさすぎず静かすぎず、この雰囲気がまたたまらなかったですね。観光地だからこそそう感じるのかもしれないです。前は評価がいいのに結構散々なお店も伊東であったので本当に安心しました。いや、ありがとうございました。ではホテルに戻ります。こちらのセブンで軽く買い出しをしていきます。寒い外。部屋に戻ってきました。いやー、少し酔っ払いましたね。久しぶりのお酒だったんで。部屋に戻ってきた時の安心感がすごいわ。温泉もあるし、トイレもあるし、ゆっくりできるし、少し時間を空けてまた温泉を楽しんで、その後晩酌行きますか。まだ8時過ぎっていうのが最高ですね。
夜の温泉入ります。いい感じで外が寒くなってきたので、これは気持ちいいだろうな。しまった、夜帰りにですね、ぼーっとしてたら寝ちゃいましたよ。それでもまだなんと11時、一杯はいけるはず。気持ちよかった。では本日は氷をセブンイレブンで購入したので、こちらで一杯いただいて早めに寝ます。おやすみなさい。おはようございます、朝です。急いで朝風呂入っちゃいますか。嬉しいことにですね、チェックアウトが11時なんですよ。朝食抜きにしてよかった。やっぱり、なんだかんだ遅くまで飲んじゃいましたね。楽しみだ朝風呂。朝風呂気持ちよかった。客室露天風呂やはりいいな。準備もせずに朝も夜もそのまんまザブンといけるのね、最高すぎますよ。贅沢だよこれは。もう一泊してえな。では朝食の準備ですね。いつものやつ。そうそう、お餅もですねサービスでいただくことができましたので焼いてきました。豪華な朝ごはんになりましたね。ごちそうさまでした。お餅おいしかった。そしてチェックアウトの時間までまだあるので、最後に一回だけ温泉入っちゃいます。ではチェックアウトします。本当はもう一泊したいぐらい素晴らしいお宿さんだったんですけれども、今からですね、いただいたクーポンでシャボテン公園に向かう予定でございます。そして動画もだいぶ長くなりましたので、伊東2泊3日の旅の動画の続きは概要欄 URL より後日アップさせていただきますので、そちらでご覧いただけたら嬉しいです。ではシャボテン公演編でまたお会いしましょう。バイバーイ。チンパンジーさんがおります。かわいいですね。こっち見てる、こっち見てる。